ング、ガイディングライト、当たっていく、ビログを詰めていると、ゴリル打っている、フィジカルパスブラストを取られる、どうだ、激しく打ち合っている、2-2交換してる、お互いが2-2交換となりましたが、たショートを詰めているとあれ、勢いが止まらないクレシラク、バズもかなり体力もったりで抑えるという選択です。確定する。さあ、ここは B 側に離婚を打ちますが、敵は映りません。キャンセル。開始の離婚バッチ。これ相場がいるのは分かりましたが、おお、バラの矢が当たっていく。バッチのゴースト。来た瞬間に、そうですね、ガイディングライトを投げるという手ですね。ガイディングライトにはガイディングライトで、お互いが眩しい状況。キロ取ってるな、クレイジーラク。バッチマンチキン、ミンティバッチ。最後はマンチキン。やってくれるね。しかもこれでマンチキンやパブゲーミングアンセム。離婚が刺さっている。ここはおいち。ファントムのリコール、うん、マンチキンバッチ、神の子が浴場、マンチキンを抑えます。 3-on-3 バッチのマーシャル、いや、バッチのマーシャルはラグゲーミングの時も猛威を振るってましたからね。マーシャルトラフィックを落としている。マーシャル戻せれば絶対キル取ってくるって言ってましたからね。さらにはここでオールドローン、味方のオールドローンを待ちます。いやー、これはミンティガイディングライトを構えたところ、落としていきました。はい、ここもスカイスモークの隙間を無理やり抜けていったのキルでしたからね。はい、まあ、エコラウンドなのでと言ってこと片付けてしまうのは簡単なんですけども、まあ、やはりこう設置までに時間、今のところ4ラウンド連続で取られてしまっていますからね。そうですね、素晴らしいエイムアンセム、まあ、アンセムもね、以前はファーストゲーミングの時代もジェットを使ってチームをぐいぐい引っ張っていくようなプレイヤーでしたからね。このエントリー力というのも他に引けを取らないですよね。そしてバッチのこの一切ビビらない攻め方、ここで B ロングプラント、アフェルボートに行きますか。そしてインセンディアリーは時間稼ぎのためにスポーンへ打ち込みます。ただミンティが一人やってますね。これでどうなるか。ショットパー切っていきました。ここは打ち抜きましたね。そしてショーストッパー返し、ただ総じて引き目配置なのがクレイジーラ君、いや、ハブゲーミング、いや、当たってる、空爆のバズ落としましたね。ハブ時代ももう看板プレイヤーでしたから、見つけた、おっと、いい勝負の仕方、ニューラルセット、ミティダブルキル、ここはオービタルストライク避けていきましたが分断されてしまいました。 B ロンからの侵入、そしてここでバイパーズピット、さあかなり手前面に使う、おっとミンティさらに抜いたぞ、抜きましたね。 HP が少ない状態にもかかわらず飛び込んでいくミンティ、セモンク抜き勝負、ここはロブ、ただアデアパーズ落としている、バイパーズピットが解除、残ったのはロブ、 B ロング肩に打ち合う、ワンオンワン、うわナイスブリック、ロブのクラッチプレイ、オペレーターは変えなくなりましたね。オペレーターがない状況ですが、トレイルブレイザーを先頭に浴場に対して勝負を仕掛ける、おお、いやー強い、オペレーターがなくてもこの強さがバレました。ただバレても関係ないというところでしょうか。ショックボルトを狙いました、ハンターズフューリー、ミンティを狙っていくか、ワンテンポ遅れたか、落とし切った、うまい対応ですね。さらにはバタフィスカも落としている、スヨスリー、残り時間12秒、 B サイト行くしかないが、これ間に合わないぞ、アデとバッチ、バッチがダブルキル、カバーが手厚いクレイ、さあここはミンティあえて離婚に移りに行きました。これは陽動、本命はマンチキン、マンチキンの位置だけは気づかないでしょうね。さらにはトレイルブレイザーで B ショートのクリアリング、もうわざとかでカメラ映ったのか、あ、離婚に映ったのかと思わされるぐらいですよね。はい、さあそして B ロングやガイディングライト、ミンティア果敢に勝負を仕掛けていく、あ、時間を使う、窓下のミンティがいい位置にいますね。フィスカー映ってるんですよね、これ自分の位置で。最初ら、ローブがフィスカーを抑えます。トラノコはミンティを落としている、だがエルボーにはバッチ、ここは神の子は対応、残ったのはアデ、フロムザシャドウで飛んでいきます。ここはエルボー、まあこれここに飛んだのおそらく聞こえてるんじゃないですかね。トレイルブレイザーでエルボーのクリアリング、その隙にサイト内入り込んでいるアデ、逃げても無駄、
ここでシーカー何も見えない。最後はロブが確実に抑えていきました。今のラウンドですけど、こうしたビーガーのミンティ、エルボーにはポイズンクラウド。しかし一気にフッカージャンプしてくる。ハンダフィリーを切っていく。当てが髪の子を落としている。エルボー抜けていきました。ちょっと難しい位置だぞ。ロブがミンティを落として消耗した。設置を止めた。残り時間10秒。キャリアは落とされている。違う。敵残り1。さらにはショックボルト。これは間に合いませんね。シーカーを切っていきました。いやただこれ設置が止まりましたね。いやただいいオービタルストライクが入った。おっビーン飛んだ。フィスカーダブルキル。だが本命は B。 これ神の子に気づいていそうですね。ランプには神の子が取り残されるような形。ニューラルセフトも入ります。いやこれでバレた。神の子は無視して B 側乗りていく。これまずいぞ。神の子急がないと間に合わない。エルボーのアンセム。時間を稼がないと味方の到着が間に合わない。ガスここにはミンティ。いやこれガチですね。神の子裏を取っているがバスが解除。最後はフィスカー、うん、のが影響していますね。なかなかポジション取れないですよね。マジキン当たり切った。ダブルキル。しかも逃げた位置がちょうど味方と同じ場所。ここでアンセム、ロブと2人が落とされてしまいました。対して神の子 B 側に素早い攻め。ガイディングライトを食らっていたバッチを的確に落とします。サイト中にはミンティ。だがここはまず 3-on-3。 さらにはバイパースビット、まあ、使うしかないといったところですが、一旦設置フェイク。マンチキン抜けていく。真横にはブリムソン。シーカーが上がっている。もちろん切っていく。このシーカーは強い。ここはスネークバイトで相手の足を止めますが、ソレイルブレイザー。これでもかと山狩りにアビリティの応酬。バッカースキルトリガー、もう最後はで追撃化できないという判断。いやでもこれたまらず A 展開しましたけど、バズが待ってるんですよね。トラネコもキルを取っている。バズのこの位置ワンウェイスモーク。ガイディングライトは避けている。バズのこの位置、うん、素晴らしい。残ったのはバッチ。仕留めたぞ。最後はロベ。浴場からのトレイルブレイザー。ここはトラネコが落としますが、ミンティクラシックでトラネコ落としている。さらにはピンクダウン。バズが動かされます。これかなりクレイジーラクーンいい形になりましたよ。浴場もショートも抑えれている状態。残るはこのランプですが、そこにはバズが控えている。さらにはアンセム。浴場のミンティを落とします。マチキンスモーク抜け。いいよ。そのクラシックを当てていく。さらにはセクター回収。一番美味しい距離ですからね。神の子ガイディングライトを使ってここはフィスカを落とします。さらにはショックボルト。残ったのはバッチ。武器はマーシャル。さあショートバレました。トレイルブレイザーも打ち込んでいきます。チャージ不足だ。会場に入りますリゴンウォルト。おっとこれは、うわこれがバッチのマーシャル。クレイジーラクになろうともその強さは健在。スネークバイトで足止めをしますが、いやー追い打ちのパルノイア。右に返さず抜けてくる。トラネコがフィスカーを落としています。サイトラにはトレイルブレイザー。いやー上がってくる。前線を上げていくアデン。ようやくの設置ですが、これ直撃。 A でキャリアダウン。これでようやくダメージアビリティ相手が使い切ったので、ここでもう一度設置でしょう。人数差をイーブンにすることに成功しましたファブゲーミング。そしてランプも抑えることに成功しています、うん、はい、ここはミンティランプの髪の子を落としている。さらに相手に前を詰めさせないような動き。マンチキン果敢に打ち合う。体力がないですがバッジが B にいたので、もしかしたら B3 っていうのがバレたかもしれないですね今。浴場のインセンディアに抜けていく。この勝負感マンチキンに入る。さらにはバッチバズを落としている。そしてこのサイト裏まで取る動き。いやーこういった ラウンドの中で1回こういった動きは見せると強いんですよね。さらにはヘブンショックボルト。ガイディングライトとアビリティを打ち込んでいきます。フィスカーの位置警戒をしてもフィスカーは負けない。そしていや苦しい。先ほど購入してたが苦しいんじゃないかと思いますけれども。あそうですね、離婚に打ったところを狙っていきました。かなり当たってる。ハンターズフューリーいいダメージが入ります。ちょっと攻めにくくなった。おこのショックボルトは当たってる。いいダメージですね。
神の子フィスカーを壁抜きです。さらにはシーカー、ランペのガイディングライトでの勝負。さらにはニューラルセット、あランプに打ってく。そしてシーカー、あと30秒、ここでの B シフト。いやでも神の子が間に合っているか。アンセムはミンティー落としている。裏を飛んできたところ、アデを抑えます。神の子スポーン側、ここはサイトには入りきれません。スパイキャリアのあてがプラント 3on3。 あそうだこれ、ただクレイジーラック残りスピンがないか。マンチキン空でこう落とした。なんなら今ロブに当たってなかったか。神の子エルボーからスローでのプッシュ。いやこれバッジがアルティメット上がってるのでアデ落とします。 2on2、これ分かって狩りに行きますね。勝負を仕掛けたいが残り HP が心もとない。神の子ここはマンチ、どうだロブのワンオンツー、ハンターズフューリー、そしてマンチキンがあとは詰めるだけ。時間を稼ぐマンチキン、ガイディングライトはないが、いやースパイク解除してないのを見ましたね今。ジャンプピーク顔を無理には出しません。最後はマンチキン。